山形大学医学部で今日、看護学生を対象としたスチューデントナースの認定式が行われました。認定を受けた学生たちは、看護師を目指して医療現場での実習に臨みます。スチューデントナースは、山形大学医学部が2010年から全国に先駆けて取り組んでいる独自の制度で、座学と実技の認定試験に合格した看護学生が、実際に病院などの医療現場で臨床実習に当たります。看護師の卵である学生たちに、使命感や自覚を持ってもらい、さらに命に関わる現場での学びを深めてもらおうというものです。看護の喜び、あるいは難しさ、苦しみ、こういったものも醍醐味、そして新たな学びからの発見ということを実感し、看護についてさらに深く学んでいく大切な時間です。今年は3年生55人が試験に合格し、今日は医学部の永瀬悟医学部長から代表の及川七瀬さんに認定証が手渡されました。今まで学んできたことをつなぎ合わせながら患者さんと関わっていけたらなと考えております。ただ寄り添うだけじゃなくて、患者さんが望む人生にこれから自立していけるように、そういった支援ができるような看護師さんになっていけたらいいなと考えております。今日認定を受けたスチューデントナースたちは、来月2日からおよそ3ヶ月間、山形大学医学部附属病院などで実習を行います。